オララトトドストドス皆さん、こんにちは、ステート・オブ・ザ・ワード2023へようこそステート・オブ・ザ・ワード2023へようこそ、皆さんと一緒にいることは喜びです。 特に私の母国スペインに集まることができて感謝しています。ここでは、あだかさと情熱が、活気あるワードプレスコミュニティと同じぐらい美しく融合する場所です。今日はワードプレスの開発だけでなく、人々のことにも関わっています。今日の注意は、 皆さん一人一人また家で私たちを見ている全員ですこの人々こそがワードプレスを作り上げている人たちです主たちのコミュニティの価値観を体現するワードプレスプロジェクトのエグゼクティブユーディレクタージョセファ・ヘイデン・チョンポ氏を紹介できて高揚ですジョセファのリーダーシップと先進は ワードプレスがダイナミックで包括的なプラットフォームに成長するあたり、兼となる役割を果たしてきました。ジョセファーの話の次には、私たち知が注目しているプロジェクトの共通創設者であるマット・マレン・ウェッグによる急調講演があります。マットのビジョンは、ワードプレスの創設以来、その中心にあり、私自身も、 彼の洞察とプロジェクトの将来に対する展望を聞くのを待ちきれません再びですがようこそマドリードスペインでのこの経験を素晴らしいものにしましょう Bien a Madrid Bienvenidos a Wordpress ありがとうロシア友人皆さん厳選のジョークを聞いてくださりありがとうございます 今、ワードプレスに関与できることは素晴らしいことですよね。私はこのプロジェクトで10年目に突入しようとしており、過去4年間、あなたのエグゼクティブディレクターとしてあはい得ることは高揚でした。皆さんは心も精神も強く、そのコミュニティの心こそが、ワードプレスやウェブ、そして世界の将来に対する希望を私に与えてくれます。 先月私たちはワードプレス6.4をまとめましたこれは加工評価されている性別の方々によってリードされました示唆やその他のうだてを超えてそのプロジェクトに協力する中でワードプレスプロジェクトがオープンなウェブの自由だけでなく私たちのコミュニティに関係される人々の自由も確保していることを再確認しました プロジェクトに対して私たちが共有するその責任感が20年間にわたって私たちを支えてきたものであり、そしておそらく次の20年にも私たちを運び込んでくれるものでしょう。そして今、友人たち、ワードプレスの共通創設者、マット・マレンウェグをお呼びします。ありがとうございます。わあ、いいですね。 これを持ってる必要がありますかそれともこれらでいいですかハローハロわかりましたこれを持ってますロシオありがとうジョセファありがとうほらワードプレスイースパンや今ワードプレスに関与できることが本当に素晴らしい時期です今回は初めて開催される国際的なステートオブザワードです新しい時代になるかもしれません開始してくれてありがとうございますこれからは世界中でさらにこういうのを行っていく予定ですさて これはステートオブザワードだと言うすべきでしょうかあるいはこれはスペイン語の冗談だと聞いていますがエスタドデラパラブラ一撃だとこうなるらしいですねマドリードそれもこんなに美しい会場にいることは本当にすべ素晴らしいですああどこかで見受け根を見せることができたらいいですねまたこれはスペインのコミュニティを名前える素晴らしい方法ですスペインのコミュニティは世界をリードし素晴らしいワードキャンプの年本も示してくれています コロナ後の最初のワードキャンプはここで開催されこれまでものも多くのワードキャンプが開催されてきたと聞いていますそれはセビラでしたがはいこれは本当に私たちの時間ですまず2023年に私たちがやったいくつかを支うことから始めましょう少し次の話に移りますが今日は楽しいお知らせがありますご存知かもしれませんがワードプレスは今年5月27日に20周年を迎えました 少しおねばかな気分です。実際私たちは街ワードプレスを作り上げた一員として誇りを感じることができます過去20年間でワードプレスは選挙に始まりジャーナリングやブログツールとしてだけでなくウェブサイトの構築とアプリケーションのフレームワークへ進化しました API を使って多様なものを構築でき現在世界中のウェブサイトの3分の1以上で実行されています 最初に機会を得ましたがそれは東京でした見ての通り信じられないでですでも実際20周年のすばらしいお芝居は世界中にありますし私たちは本当にケーキが好きなんですありがとうございますこれは私たちが再たたび一緒になった年でもありました今年は33カ国で70のワールドキャンプが開催されました 3,300のイベントの一部であり、その中には約300の学習イベントも含まれます。例えば、Wordpress School Days。前にも言ったように、将来の時代を Wordpress に取り込むことは非常に重要です。だから、キッドキャンプなどもあります。整理すると今年は70のワードキャンプが開催されました。明らかにコロナ中は検証しました。2021年は19回、2022年は26回にとどまりました。0.8以上になっています。コミュニティがなってくるのを見るのは、 本当に興奮しますただ私は無理的にワールドキャンプエイジャーに行くことができませんでしたなのでとてもとても興奮していますカレンダーに音をつけましょう次の大きなワールドキャンプは3月9日にタイイで行われます最後のチケットが販売中です私は世界中をりしていて小さ500以上の都市に行ったと思いますただ台湾には行ったことがありません今回が初めての訪問になります国を探索するのが楽しみです一度だけ空港で乗り継ぎましたがカウントしないことにします なので今回初めて実際に空港から出てあそうう素晴らしい食べ物を探索しますあ今日まででワールドキャンプアジアに何人参加登録していますか知っていますか伸びてると思いますワールドキャンプユーロップと同じぐらいかもしれませんね2000人どうでしょうちょっとした競争ですね少し驚く準備はしておきましょう 200, 人以上のオーガナイザーが成し遂げましたそこには1600人のミートアップオーガナイザー800人のワールドキャンプオーガナイザーが含まれますすべての人々に感謝しますそしてワールドプレスのすべてを私たちは常に良くしようと常に学ぼうとしています、ね、そこで今ミートアップをより良いものにするためのアンケートを仕事していますご存じない方のために説明するととミートアップとは 基本的に地元で毎月開催されるイベントであちにワードカンプに発展することもありますここに QR コードがありますこれをスキャンするかまたはワードプレスと OR 技巧にリンクがあります私たちはこれらのイベントをより良いものにする方法を学びまた素晴らしいフィードバックグループを作り出しイベントを盛り上げていきたいと考えています世界中にあるワードプレスと ORG のイベントを把握するのは大変なことですそこで私たちのの活動の一つとして WP 管理画面のダッシュボードで見られる近くのイベントを表示するウィジェットを見たことあるでしょうか私たちはこれを wordpress.org に追加しています wordpress.org スラッシュミートであなたの地域で起こっている全てのイベントを表示するようなものができました他に立ち上げたものとしてショーケースの動作方法を更新しましたもし wordpress.org スラッシュショーケースに行くと今 wordpress でできることの素晴らしい事例を列挙しています 誰かにわってワードプレスは拡張できるのと言われたときにこれを見せることが最も効果的な対策だと私は見てきました安全ですか成長できますかこの良い尻がこの前タイムドットコムがティラスウィフトをパーソンのブザイヤに選んだときですそのときピクシーには1秒当たり10万以上のリクエストを処理できていましたティラスウィフトの参加で新しいリグ効果やスラッシュドック効果のようなものが起きているわけです それは安全ですか実際ホワイトハウスや NASA など世界中の多くの素晴らしいウェブサイトがワードプレスで運営されていますえなので答えははいですそしてこのように力を見せるのがそれを示す最良の方法だと思いますですからショーケースを見てみてください将来的には他のケーススターディ特にエンタープライズワードプレスに関する事例を追加していこうと思っています実際さまざまな企業がどんどんワードプレスを採用しています今も私たちはオープンソースにはできないと一部の人に思われているこれら間違った認識と戦い続けています 実際できることを私たちは知っています最後にこれは以前も話しましたがコミュニティが成長し修正するにつれて私たちはもはや一緒にいない人々を添え思い出す方法を求めてきましたその場として w o r d p r e s s o スラッシュリメンバーズ」を作りました亡くなった WordPress コミュニティメンバーを C ・ F いる場所です オープンバースは以前にもお話ししたことがあります知らない方のために説明しますがオープンバースは基本的には私たちがクリエイティブコモンズから引き継いだプロジェクトであり CC ゼロようなクリエイティブコモンズライセンスの下にあるすべてのオープンライセンスコンテンツをインデックス話することを目指していますさまざまなクリエイティブコモンズライセンスがありますオープンバースの動きは今年優れたオープンインフラストラクチャーを乗せてオープンエデュケーション上を収小しました私たちは写真 ディレクトリすべててを成長させてきました基本的にワードプレスがオープンソースコードや機能のリポジトリとなったようにウェブのオープンコンテンツがすべて利用可能になることを目指していますオープンバーセチーム中断おめでとうございますもう一つの非常に興奮しているプロジェクトはプレイグラウンドですプレイグラウンドで遊んだ方はいますか、はい、この部屋の多数の方はそのようです これを見ていない人のために、特にウェブ技術を使う人にとって、プレイグラウンドは最も驚くものの一つです。プレイグラウンドとは、基本的には WISM WebAssembly を使用しています。PHP をすべてをロードし、ブラウザ内で小さなウェブサーバーとデータベースを所蔵で作成する方法を見つけることができたので、訪れると、その場でブラウザ内で完全な仮想マシンを作成します。 これにより多くの楽しい事件が可能になります。今までコントリビュータディや他のイベントを行ったキャエ参加者の開発環境を構築することなどが大きな課題でした。今では文字通り書評で完了します。なので学習や開発をすべてブラウザ内で行うことができます。ここにデモがあります。アダムゼレンスキーがプレイグラウンドのブローツークエディターでクルなことを紹介しています。ハンドブックのチュートリアルはもはやコードスにペットだけでなくここに示されたように。 プレイグラウンドで構築された実機性のデモも対峙します。今からはブログと対話しながら学ぶことができます。コモに今後公開されるプラグインエディターブログではチュートリアル内で直接コードを操作することができます。ここでプレイグラウンドの最新機能を紹介しましょう。プレイグラウンドをブラウザ内に保存しリフレッシュをしても保存できます。リーブ XML など個々に多くの PHP 拡張機能をロードできます。 プレイグラウンドにネットワークアクセス権限を与え API とのやり取りやプラグインディレクトリの月ランだってできますそしてナイトリ WP バージョンプレビューで最新の WP の機能のセントリーもできますカオウに新しい WordPress プ,プールリクエストプレビュー R を使用して特定の機能のテストもできますプレイグラウンドに好きな WordPress プ,プールリクエストへのリンクをただ貼り付ければいいのですところでこのようなインタラクティブコードブロックのように ワードプレスプラグインはライブプレビュー機能にオープトインすることができます。1クリックでリスクなしでプラグインを示すためのプレイグラウンドが提供されます。プレイグラウンドを使用してワードプレスプラグインを開発することもできます。まずプレイグラウンドをローカルディレクトリを同期させコードを更新します。例えばここでは管理画面の色を感触からここに更新しています。 最後に変更をプライグラウンドに同期してで出来上がり管理画面はローカルセットアップなしでこ,こになりましたもっと学びたいですかダイベロッパー .wordpress.org スラッシュプレイグラウンドを訪れてください私は今もこれを見て驚きますローカルデバイスやサバー上で実行するために以前はどれだけ設定が必要だったでしょうか 本当に驚きです過去6ヶ月間で約57,000人がこのツールを使用しそのバズり方も圧倒的な伸びを見せていますワールドキャンプヨーロッパではとても熱狂がありましたカリフォルニアの Google iO カンファレンスでも見せることができましたがライブプレビューの活用も踏まえ来年はユーザー数が10倍に増えると見込んでいますこれはコミュニティのイノベーションの精神を正し現在のワードプレスでの取り組みにおいて最も SF に近い現象だと思います ここでで達成できたもう一つ楽しいことに2024テーマがあります2023年にはカスタマイズに関するグーテンベルクロードマップ第2フェーズが完結しましたが最も新しいこのデフォルトテーマはそこで達成できたことを非常によくまとめています35以上のパターンが組み込まれアーティスト起業家作家などどんな人のニーズにも迎えることができますグーテンベルクの力をフル活用しそれができることを示す最初のテーマです今後他の多くのテーマもここから発想を得て作られることを願っています まだ試していない人はプレイグラウンドを使用したりしてでもサイトを立ち上げ2024テーマを見てみてください非常に強力ですまた急に素晴らしいレビューを受けていますジェイミー・マズランドは今までで最高のワードプレステーマですと言いましたレイモレイさんはワードプレス6.4と2024は神によって結び合わされたかのように相性がいいとまたブライアン・カンコズ実はこのテーマは流れを変える革新的なものだと言っていますまだ試していない方はぜひ見てみてくださいちょっと下でもお見せします つまりここで見ているのはこれらのスクリーンショット全てがデフォルトの2024で作成されましたでそしてサイトエディターを通じて編集するだけでポートフォリオを作成したりビジネスサイトを作成したりすることができますここで見ているものは全部あっこれは素晴らしいギャラリーですここで見ているものは全てグテンベルクで作られましたちょっとしたブログでしたね 見てください全部急に組み込まれています今年ワードプレスには新たに1 3 3 3 9人の貢献者が加わりましたそれは老若されるよりもよいいやにいですよねほら13337グティンベルクの4つのフェーズをおさらいしましょう 最初のフェーズは編集で第2フェーズはカスタマイズでした現在私たちは第3フェーズコラボレーションに取り掛かっているところで第4フェーズは多言語化になりますヨーロッパでは興奮することかもしれないですねここで私の尊敬する同僚でありワードプレスの主人アーキテクトでもあるさまざまな方面で影響力のあるマッティアス・ベンチューラーをお呼びしたいと思います Thank you, Matt. Es, buenas tardes a todos, es un placer estar acá, es como de entre casa. Se me había ocurrido hacer esta parte en el ignoto idioma uruguayo, pero me dijeron que por ahí no lo entendían la mayoría y que iba a haber que hacer dos traducciones de uruguayo a castellano, bueno, castellano, y luego al inglés. Entonces, mejor que si mostrábamos algún video, me iban a decir que no, que acá se dice vídeo, con un tilde extraño ahí. マットが共有していたように今年はたくさんのことを成し遂げましたそしてこのコラボレーションに関するフェーズ3に移行するにつれて私たちがグテンベルクをエディターとして同時横行しているか触れたいと思いますなぜなら2つのことをそれぞれ非常によくやろうと目指しているからです ですからそれをデザインすることは非常に挑戦的です一つは紙費環境としてもう一つはデザインツールとしてです私たちは私費体験を簡素化するためにたくさんの勤務を遂げてきました厳密にはフェーズ1の一部でしょうが今も私費フローをより良くする機能を追加していますこと最近では教授機能を追加しましたスペイン語でグテンベルクの教授を示した人はいますか署名いますね、まあ、かなりクルな機能です 教師と集中指揮も非常に良くなってきていますこれは今サイトエディター自体にも使用されているためデザインエディターでも集中して編集する体験ことができますこれらは次に行っていくものの土台になっていますつまりコラボレーションとワークフロー環境を詳しく調査し始めることです今まで話したものもワードプレスのコアとして提供されているので 引き続き磨きき続磨をかけていきます。さてコラボレーションとワークフローこれらについてはまだタイムラインはあります映画がエディターでのリアルタイムコラボレーションが SHQ に動作するプロトタイプがあります非常に興味深いフローですピアピアを行いワードプレス内に同期エンジンを構築し眠り合わせに見ることを可能にしています今見えているように画像を更新すると すぐに同じセッションに接続しているすべての人の画面でも更新されます。これは今日テストできます。Gutenberg プラグインをインストールし、ライブコラボレーションを有効にしてください。バグが多いかもしれませんが、できるだけ多くのフィードバックを得て、このアプローチの実現可能性を確認したいと考えています。可能なら github.comwordpress.gutenberg に行くと、 リアルタイムコラボレーション機能のために調査している次のステップを記載しピン試し大集がありますサイトエディーターで金公開される他のかっこいい機能に移りましょう最近特にパターンを強調し始めましたこちらに関してもフェーズ3のようにコラボレーションとワークフローを考えていきましょうワークフローの部分としてデザインの部分要素としてのパターンというアイデアを本当に受け入れていきましょう ブロックは素晴らしいですが、残りには細かすぎることがあります。というフィードバックもよく聞きます。人々は、それはフリーランスや代理店、エンタープライズの顧客などですが、ユーザーが変更を加えることができるものの、大きく変更したり、ダメにしたり、解体したりはできない、そういったデザイン要素を定義してほしいと目立っています。そういったときにパターンは重要なツールです。また私たちは新しいモード、ズームアウトモードと呼んでいますが、これを導入しています。 つまり少し引いてサイトの構造を見たり少し高いレベルで操作することができるということですもう一つは特定のセマンティックカテゴリーに関連するパターンを入れ替える機能です例えばヒーローセクションを定義すればそれに関連するパターンに切り替えることができますパターンに追加しているもう一つのことは ティームで JSON ファイルを触ったことがある人はいますか ?OK かなりの人数ですね今やてめジェイソンは特定のパターンに使用できるようになりましたつまりパターンにのみ使用される特定のスタイルバリエーションを持つことができるようになりますですからサイト全体のデザインを変更するのではなくこれらのユニットを変更するだけなのです これは開発者や代理店に提供するツールの一つでクリエイターが設定した警戒線の中でユーザーがカスタマイズできるようにするためのものですそして私が本当に楽しみにしていることが一つあってつまりこの新しいものによってパターンがスーパーパワーを得ることになると思うんですこれまでパターンは2つの種類がありました再利用可能なパターンブロックを用意し それに変更を加えるとサイト全体に使用されるものと出発点のようなパターンを用意するものです。茶入してからカスタマイズしますよね。しかし一度茶入したら元のパターンが使われるような感じになります。私たちが今やっているのはこの2つのハイブリッドのようなものです。つまりパターンのテキストをカスタマイズでき100ページにそれを追加してテキストをカスタマイズしながらもグローバルにデザインを更新することもできるようにするのです。 でもでご覧いただいているようにこの機能により人々に強力なものを提供できるようになりますコンテンツを変更することができ同時にグローバルなデザインをコントロールすることができるのようになりますパターンの編集に入り色やレイアウト構造を変更すればそれらが更新されすべてのページに反映されるだからこれは開発者にとっても 開発者とユーザーの間のワークフローにとっても本当に強力なツールになると考えていますさてカスタムフィールドについて少し触れましょうワードプレスではもう何年も前からカスタムフィールドの UI はこのようでした でこれからはカスタムブロックを作らなくてもカスタムフィールドにブロックをつなげることができるようにしますつまり金出しや段落を挿入して他のカスタムフィールドから呼び出したいと望みますそうするとこの部分はたたび通常のコアブロックに戻りますユーザーのインタラクションは非常に直感的だがそれはこの別格のデータフィールドから来ています HTML にシリアル化されることはないつまりこれは開発者フレンドリーなカスタムフィールドとユーザーフレンドリーなブロックのだの世界を小出しする方法なのです私たちはこれらを両者にとって唯一になるようにしようとしていますもう一つ私たちが常に言っているパフォーマンスに関する話を少ししたいと思います そしてここでパフォーマンスについて話すとき2つのケースがありますそれはエディターそのものつまりエディターを使う人たちクリエイターたちのためそしてもう1つは訪問者のためです私たちはウェブサイトにアクセスする人々に対して超高速でパフォーマンスが高くユーザービリティに優れアクセスしやすいものを提供する責任がありますなのでパフォーマンスには2つの側面がありますがまずエディターのパフォーマンスについて話しましょうこれは素敵なダッシュボードです コードをスキャンすればライブで確認できます。これは過去を追求しています。グテンバーグへの過去20回のコミット程度です。そしてこれはエディーターの基本操作、入力、チャーニュー、ブロックの保護などの偉さを測定しています。これはグテンバーグに貢献している全ての人にとって素晴らしいフィードバックグループです。特に私たちは機能を追加し続けるにつれて、スピードが落ちないようにしなければいけません。 ですから機能を追加すると同時により高速化したいと考えています特にこの数週間でエディターが少なくとも2倍ハくなりましたそしてうまくいけばタイピング体験が3倍ぐらい症状するかもしれませんそこまで到達できるかはまだわかりませんが現在こうなっていますグラフの最初部分は6 4ですが6 5になると非常にハくなっていることがわかります これは私にとってプロジェクトに貢献している人々が常にパフォーマンスを注視しているのを本当に誇りに感じることです皆さんこのような改良にとても熱心でただ新機能を増やすだけではなくより精錬されたより荒くて使いやすいものになるよう磨きをかけていますもう一つのパフォーマンス要素はフロントエンドのパフォーマンスです今年はインタラクティビティ API というプロジェクトに取り組む予定です そしてこれは純粋にフロントエンドのためのものですこのサイトはすべてブロックで構築されていますブロックテーマで転役も検索もすぐにできますですがこれらはすべて本物のワードプレステンプレートですクリップの中だけで行われているわけではなく一つの動画にアクセスした時のパーマリンクなどはすべて本物のワードプレスのパーマリンクですブロックを使ってサイトを作成する誰もがこういった体験を得られるようにブログのツールセットにこれを導入したいと考えています デモで,ではナビゲート中に予告編が流れましたこのようなことができるようになります例えばポッドキャストのあるサイトを構築している場合はこれをオンに切り替えるだけでヘッドレースのセットアップなどは必要ありませんこんな感じでブラウザ上で普通にワードプレスがうごろいていますこちらでそれです wpmovies.dev に行けば 実際に働いているのを見たり少し遊んだりすることができます最後になりますが管理画面のデザインを見てみましょうサイトエディーター周辺に展開し始めたデザインを拡張しリストビューに少し焦点を当てますもう一度ご覧いただけるように動画を再開しますということでここから移行していきますが大丈夫ですかはい リストビューは本当に強力なので、できるだけカスタマイズや拡張ができるようにしたいのです。なので、ページを一覧表示したり、グリッド項目として表示したりすることができます。これは非常に拡張性の高いものになるでしょう。そして、誰もが Wordpress をそれぞれのニーズに合わせて、可能を変えて使えるようになるということです。えー、コマスやニュースレーターのプラグインを運営する場合、管理画面の全ての要素が、それぞれのユースケースに関連している必要があります。 つまりそれぞれのワードプレスがユニークでありながら誰にとっても見慣れたものになるという考え方ですそれが今回のデザイン改良の方向性ですこれら要素の多くは皆さんのアイディアやフィードバックをたくさん得る必要としています提案はとても貴重ですですから GitHub でもソーシャルメディアでもどこでも構いませんのでフィードバックをしてくれるなら私代は耳を預けています私からは以上です マットにマイクを戻します。どうもありがとうございました。ムチャスグラシオス。マティアスが言っていましたが、WPMBees.dev のサイトを見ることをおすすめします。お気づきかもしれませんが、最近でも動画を熱装したりスピードアップさせたりすることについて得る恩賞が起きています。 あれは本物ですご自分でもブラウザで確認ができますがページが順次に読み込まれますワードプレスのネイティブなヘッドレス実装を見るのはとても素敵ですねだからチェックしてください確かめること信じてでも確かめてください昨年のワードカンプユーロップのポルトで皆さんに AI を深く学ぶようお願いしましたあこれは実はチャット GPT などが登場する前のことです そして今年2023年は AI の年だったと言えると思います。生成 AI の成長には目を見張るものがあります。GPT-4B、Gemini Mid、Midjourney。ワクワクするようなことがとてもたくさん求愛凝っています。一つワードプレス自体で試しているちょっとした事件をお見せしましょう。 でこれはプライグラウンドと少しの AI を組み合わせて自然言語を使ってプライグラウンドのブループリントをインスタンス化し操作できるものです、えー、ご覧の通りオラマドリッドという学問のウーコマースサイトを作り SEO 対策を示しエコマスを追加しこう呼びなさいとすると「はい」と答えプライグラウンドのブループリントが作成されました プライグラウンドのブループリントとは、Kubernetes などにおいてサイトの構成方法を正確に試すファイルがあるのと同じようなものです。プラグイン、拡張機能、ワードプレスのバージョンなど、先ほどご覧いただいたすべての設定方法が書かれています。これはかなり楽しいですね。ワクワクします。これまでの生成 AI は、すでに普通の人たちやユーザーに超能力を与えているような気がします。 開発者の方はコパイロットなどを使ってみてくださいもっとクリエイティブになりたいユーザーならこういったもので遊んでみてくださいこれはワードプレスがパブリッシングを民主化するというビジョンを掲げているようなもので私はテクノロジーの民主化が大好きですこれが意味するのはこれまで開発者や高度な技術的知識が必要だったものを誰もがアクセスできるようにするということですそしてこれらのツールは本当にそれを実現していると感じます ワードプレスはまだ高機能なツールなので私たちがやっていることの一部においてより会話的なインターフェースを作れるかどうか今はとても楽しみに思っています特にワクワクするようなのはただやるだけでなく実際にどうやったかを見せてくれる時ですまだそこまでには大していませんが昔から言われているように甘を与えれば一日食べられます甘のチャリ方を教えればその人は一生食べていけますし趣味を持つこともできますさてどうでしょうあ私が釣りに行く時は 釣りをすることが多く釣ることはあまりないのですが wordpress.org で開発したものでも他で開発したものでも今後のバージョンではただサイトを作るだけでなく事実際にやっていることを説明してくれるといいですね設定ページを読み込んでいますこれを入れていますブロックを作っているところですとてもワクワクするようなことができると思います AI について最も興奮していることは私たち全員が基本的には24時間3月65日利用可能な個人に合わせた家庭教師を利用できるようになることです考えてみてください歴史上そんなことはずっと不可能でしたでも今はどんな言語でも1日24時間私たちが望むことを何でも教えてくれるとてもとても嫌いアシスタントがいるのですつまり私たちの成長と発展を制限するのは好奇心のみだけだということですそれがこれまでのインターネットの見ども素晴らしいところだと思います この先が楽しみでなりませんこれからも AI を深く学びまた AI にいろいろなことを教えてもらってくださいということで AI についてでした AI なしでは今年のプレゼンはできませんよねですが次にお見せするのは実は一番興奮しているものですそしてこれは2024年に向けての少し新しい方向性ですもう67年も前から私たちはこのゴテンバーグのロードマップ先ほどお話しした4つのフェーズに取り組んできました そして計画はすぶばらしいものですが、ナサ年前に作った計画をただ盲目的に追いかけるべきではありません。自由に修正したり変更したりすることができるはずです。市場環境の変化やその他の状況に応じて。そこで2024年の中点分野として、ゴテンバーグのフェーズ3と並行して実行されるデータの解放を発表します。 私たちのすべてのプロジェクトに共通するものがあるとすればそれは私たちがオープンソースでやっていることのすべてがデータの所有権と自由をめぐるものだということです2024年私たちは衣装ツールに特化することで Web を開放したいと考えています別の CMSWix や Squarespace からの乗り換えでもちなみに Wix は今エクスポートさえ提供していませんあるいは WordPress 権を移動するだけでも期待より大変ですよねエクスポートフォーマット WXR を提供していますが プラグインや画像は移章できません。また、ワードプレスの移行、ステージングサイトからメインサイトへの移行、あるいはホスト間の移行は非常に困難です。そこで私たちはこれをアシストする wordpress.org で利用可能なファーストパーティーのコミュニティプラグインやツール、ワークフローを作りたいと考えています。シムレスでわかりやすく、できるだけ摩擦のないものにしたいと思っています。私たちの希望はデジタルの消費を取り除くことです。私はモバイルで2008年以降に起こったことだと思います。 iPhone の登場によってモバイルプラットフォームはデスクトップ YRWEB よりもずっとロックされました同じことが新しいタイプの CMS 特に過去10年間に普及した CMS では本当に多くをロックしています支払いプロバイダーを通じてであれ購読者のエクスポートを許可しないことであれこのような微妙な摩擦を生むことで私は Web 上の自由度が地下すると思いますですから これらすべての間でワンクリック以降に取り組むつもりです。私たちはワードプレスのエクスポートフォーマットに中点を置きます。最後にコピーペストについてお気づきかもしれませんがグテンベルクはコピーペストに最適な場所の一つです。観客の中の超オタクならリッチテキストを他のウェブページやアプリケーションからコピーペーストすると全くうまくいかないことは知っているでしょう。 そのため多くの作業を行ってきました。例えばオンデマンドでサイトの画像の読み込みを行うとか、これらのソリューションは wordpress.org and なんとかで利用できるようになる予定です。プロジェクトが始まればスラッシュショピファイかもしれないし、他の何かページビルダーかもしれない。何でも OK です。そしてそこから wordpress のファーストパテイヘの底バらしい ECA ツールを作るつもりです。 しかしデータの解放は単にツールを構築するだけではありません。コミュニティの論理観を育てることでもあります。また私たちは効率的なモデレーションフレームワークを構築しています。異性経路やプロジェクトはどれも本当にエキサイティングなのは抵抗して進められることです。私は多くを考えてます。まあ、特にファイブ for the Future のあたりから。どうすればワードプレスに貢献しやすくなるだろうか。そこで一度に20のプロジェクトを立ち上げました。一度に一つずつやる必要はありません。 各プロジェクトに専用のスラックチャンネルを用意し、wordpress.org の公式 GitHub に GitHub リポジトリを用意します。そのためクラス最高のツール、wordpress そのものの開発と非常によく似たものが、これらのコミュニティすべてに提供されることになります。他にも新しいプラグインの登録が少し知っていることにお気づきかもしれません。現在、ディレクトリへの追加は7 9日遅れになっていると思います。 そのため、これらのプロジェクトを新規に開始する場合、申請から約1営業日で審査が完了するようにしています。だからこれらはほとんどすぐに始められます。繰り返しますが、もしあなたがワードプレスに関わろうと考えていて、過去に移行したことがあり、ツールを書いたことがあれば、こうしたプロジェクトのどれかに参加てください。本当にエキサイティングな体験になると思います。ありがとう。 これはプラグインチームとコミュニティーチームの素晴らしい仕事なしには不可能でしたスポンサー企業やその周辺では大きな成長も見ましたが説明したように現在プラグインのレビューが非常に遅れていますプラグインチームでは現在新メンバーの募集を行っていますプラグインディレクトリを健全に保ち盛り上げワードプレスとそのコミュニティが提供する最高のものを代表するグループの一員になりたい方はプラグインレビューチームに応募してください さて、ちょっとした発表がなければワールドカンプとは言えません今年のワールドカンプ USH オレゴン州ポートランドで開催されますやったことがなければポートランドはとても楽しいところです知っているででしょうか、ワールドカンプ US ですが、 私たちは2年連続で同じ都市で開催するようにしていて、今後2年間はポートランドでの開催に確定しています。もしその地域にあったことがないなら、アメリカの市街案は美しいし、ポートランドは良い意味で驚くくらい不思議なところです。ですから、ワールドプレスコミュニティがポートランドを探索し、体験することを楽しみにしています。では、少し Q&A を行いますが、少し AI 風味も加えています。ここで少し発表があります。このスピーカーに見覚えはありませんか Junte-se a nós este ano para o WordCamp nos Estados Unidos em Portland, Oregon. Rejoine-nos este ano para o WordCamp US em Portland, Oregon. Oregon de Camp US em Portland, Oregon. junte a este para o Camp US em Portland, Oregon. Join us this year para o WordCamp US em Portland, Oregon. <laughs> ジョセファーは素晴らしいです。複数の言語を話せますか ?Yes or No まだ勉強中ですがあれは全部 AI なんです。あれは彼女が台本を読んでいるのでも何でもありません。翻訳のとてもクールな AI ツールがあります。今、これらの言語を文字通りに話したら C1 のような感じになるでしょう。まだ完璧ではありません。しかし、ステートオブザワードでやろうとしていることの一つは、プレゼンテーション全体をこのオンラインツールに通す予定です。 だから私の声で私がまるで別の言語を話しているかのように春を動かすのを聞くことができるようになるでしょう。これは実験が楽しみです。それは不完全な初期バージョンですが私たちはこれらの新しいツールを楽しんで受け入れている感じを気に入っています。注目していてください。どれほどの多くの言語を私たちが翻訳していくか知っていますかこれを4つの言語に翻訳する予定なので数日中に掲載されるでしょう。それでは、金また新しい言語でお会いしましょう。 以上ででです。す。マママッットマレンウェッググした。ブロアタンブラーインスタグラムツイッター X 好きな呼び方でどうぞこれらのアカウントではダーロフォトマー TTPHOTOMATT で見つけられますこのイベントのハッシュタグはソート TW ですそれでは会場からの質問を受け付けます